作戦は成功でしたね。敵大型兵器は破壊され、敵支配地域への侵入経路が確保されました。ナインエス、はい、ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい、その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう、人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。西暦5012年、人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略、異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明が壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群より、アンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお、決定的な打撃を与えるには至っていない。この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たち、ヨルハ部隊が存在するのだ。最終決戦兵器として、役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。聞こえますか？もしもし、聞こえるように調整お願いします。僕の声が聞こえるように調整お願いします。あの恥ずかしいしてもらえますか？ 2B さん、聞こえますか？もしもし、これで問題ありませんか？ありがとうございます。これでオプションの設定は完了です。あれ、自爆許可の項目が消えてる。ちょっと待ってください、すぐに復元できるので。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。OK です。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。
設定が終わったらこの画面を終了してください。確かに自爆するのは嫌ですよね。規則では自爆機能。司令官には黙っておきます。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう。心配はいりませんよ。僕たちナインエスモデルは優秀なことで有名ですから。で、自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、何でしょう。継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。あ、はい、わかりました。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。トゥービーさん。あ、いや、トゥービデータをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか。はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅、あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。地上テコに行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を。この先が格納庫ですね。行きましょう。
うして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。目標地点で確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。
目標地点を確認。マップにマーク、推奨。目標地点への移動。あ、トゥビいくら最新鋭の夜破機体でもあの高さは無理です。あんまり無茶しないでくださいね。地帯の敵による通信妨害。バンカーよりマップデータを入手。システム情報によると、この付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。釣りを開始。報告失敗。
レジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは2号。あれ、 2B のことを知ってるんですか。いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。目標地点の情報を入手。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーターダックスオール 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか。問題なし。それは作戦に関係する情報。いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。トゥービーさんらしいですね。それではまた。武器屋さんが言ってたのはこの辺りですが。機械生命体を確認。しかも適正反応があります。
で全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。目標地点の情報を入手。マップにマーク。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6オイル 2B さんへ、定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、気分がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。トゥービーさんらしいですね。それではまた。
中央エリアはかなり植物の侵食が進んでるね。サイズもかなり大きい。情報、人類退避後、植物の巨大化現象を確認。でっかいイノシシとかいたりして。
ああ、君たちが夜か。話は聞いてるよ。この先の岩場で仲間が待ってるから、そっちに向かってくる。ただ、砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったら、ここで交換していった方がいいな。何か交換していくかい？月面人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君、現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだ。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光ある。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ、でもどうしてこんな変な場所にいるんですか？ああ、これはね、巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。あんまり無理しないようにね。あんまり無理しない。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。
砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。レジスタンスの人が言ってました。どうして最近になって増えたんだろう。生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。アクセスポイントに通信障害。なんで余計なものを身につけてるか。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。
トゥビ、奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだ、の岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは怪盗、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。ターゲットを視認しました。追いかけましょう。
混乱的に。